さん、こんばんは。それでは定例の夕刻の会見をこれより始めさせていただきたいと思います。福島第一原子力発電所のプラントの状況並びに作業の状況などにつきましてご説明させていただきます。それではよろしくお願いいたします。東京電力の松本です。それでは3月16日夕刻の会見を始めさせていただきたいと思います。皆様のお手元に配布させていただいている資料に従いましてご説明させていただきます。はじめに福島第一原子力発電所の状況という A4 縦表裏1枚の資料をご確認ください。原子炉及び原子炉格納容器の状況ですけれども、1、2、3号機とも現在炉心スプレー系と給水系からの注水を継続実施中です。圧力容器の下部温度、格納容器の圧力、格納容器の水素ガス濃度につきましては記載の表の通りです。懸案でなっておりました1号機の格納容器の温度でございますが、昨日の17時の時点で 59.6度ということで申し上げましたけれども、その後徐々に上昇しておりまして、本日の13時と14時で 63.7 度と、13時、14時、15時の3地点で 63.7 度という状況でございます。現在16時、17時では 63.6 度ということで、引き続き様子の方を観察していきたいというふうに思っております。続きまして使用済み燃料プールの状況ですけれども、2号機につきましては循環ポンプの入り口側にございますストレーナー、フィルターでございますけれども、それの改造工事が終わりましたので循環冷却を本日13時12分に再開いたしております。従いまして標柱2号機循環システム停止中になっておりますけれども、1、2、3、4号機とも全台循環冷却実施中でございます。2号機のプール水温は最終的に24.9 度、プールの冷却を止めたときが 14.1 度でございましたので 10.8 度の上昇でございました。それからその下、タミンタテや地下のたまり水の移送の状況ですけれども、2号機、3号機から集中廃棄物処理施設のうち雑固体廃棄物原油処理タテの方への移送を行っております。6号機タービンタテのたまり水の屋外仮設タンクへの移送は本日10時から16時の間で実施いたしました。裏面の方に参ります。水処理設備、貯蔵設備の状況ですけれども、こちらに関しましては欄外になりますが、昨日申し上げたとおり南側開閉所の受電切り替えを実施するために一時運用を停止いたしております。セシウム吸着装置キュリオン、それから第二セシウム吸着装置サリにつきまして、停止後、それぞれ記載がございますが再起動の方を行っております。その他の工事の状況につきましては記載の表の通りです。それから昨日と本日実施いたしました4号機使用済み燃料プールの点検の動画、画像が整理できましたので皆様の方にご説明させていただきたいと思います。本日撮りました映像も今日の会見に間に合っておりますので合わせてご説明させていただきます。それではまず4号機の使用済み燃料プールの使用済み燃料プールの方になりますの昨日の撮った動画の方からまずご覧ください。お願いします。大きな茶色の破片が見えておりますけれども、こちらはプールの底にハンドルのところに沈んだがれきでございます。ハンドル等がよく見えておりますけれども、こういった細かいがれきがプールの表面上存在しているという状況でございます。ちょっと短いですけれども以上です。昨日は視界が1メートル程度ということにご説明させていただきましたけれども、燃料のハンドルのところの1メートル程度まで近づいて撮った映像ということになります。それから続きましてこちらがですね、本日撮った画像です。ちょっと止めていただけますか。
左右の方に少し気泡がついておりますけれども、本日はROV、移動式水中カメラで、撮っておりまして、そのカメラの表面に、まあ、プールに沈める際にですね、気泡が、まあ、カメラの覆いのところについておりますので、少し左右にですね、こういった細かい気泡がずっと映っております。こちら、何か、プールから泡が出てきてくっついているものではなくて、最初からカメラの方についているものになります。それから正面に映っておりますのが使用済み燃料でございまして、斜めに引っ掛けるようなところがハンドルということになります。だいたい13センチ×13センチの正方形の状況になります。じゃあ画像をお願いします。じゃあ少し早送りしてもらえますか。ただ少し見えると思いますけれども、少し浮遊物がかなり何て言いますか、白い、細かいものが浮遊しているというような状況が見て取れます。やはり細かい瓦礫が使用済み燃料のまあ、ハンドルの付近に付着しているという状況になりますので、今後取り出しにあたりましては、こういった細かい破片はまあ、水中掃除機のようなもので吸い取る必要があろうかと思っています。今光の調子変わりましたけど、照明を2種類積んでおりまして、その照明の切り替えのになります。数字が少し見えておりますけれども、あれは燃料ラックの番地になります。ここに赤いマジックの印がついておりましたけれども、あれはカメラの水平方向を確認するためにケースにつけた印です。もう少し早くできます。
以上が今回4号機の使用済み燃料プール側の状況でございます。ご覧いただいた通り、特に燃料それからラックに、まあ、2月9日にご覧になった通り、大きな変形損傷とは見られておりません。細かい瓦礫等が落ちていることが改めて確認されましたので、今後調査を進めていきたいというふうに思っております。こちらに関しましては、昨日と同様、視界としては大体1メートル程度でございましたが、今回実際19日の月曜日から使います ROV そのものでの確認ができるということが分かりましたので、視界そのものは問題ないだろうというふうに判断いたしております。今後の予定でございますけれども、この ROV を使いまして19日から3日間かけて使用済み燃料プールの全体を移動しながら確認してまいります。で、これによりまして、どういった瓦礫の大きさのものがどこに存在しているかといういわゆるマップを作ってですね、今後使用済み燃料プールからの燃料の取り出しに向けた準備を進めてまいりたいというふうに思っております。続きまして、昨日撮りました圧力容器底部側の画像でございます。こちらは3種類用意しておりますので、まず高さ方向から浅いところからまずご説明させていただきます。はじめにご覧いただくのは、いわゆるサポートといいますか、どこだっけ、一番ところだね。シラウドの、失礼いたしました。どこだっけ。原子炉の、バルクヘッドのところ、いわゆる圧力容器と、いわゆる、なんと言いますか、格納器側をつなぐところの映像になります。どうぞ。ちょっと最初に戻してもらいます。最初、落ちておりますのが、これは瓦礫です。で、それから、奥と言いますか、真ん中あたりに見えている、バルトが立っている穴があるところが、圧力容器のフランジ部のところです。じゃ、こういった板のような瓦礫が落ちているということが確認されるのと、このバルクヘッドあたりにもやはり細かい瓦礫が何個か落ちているという状況です。ホースのようなのが見えておりますが、これはシラウド交換のために水を浄化するために使ってた循環用のホースです。で、以上がバルクヘッドのところで、続きまして、少し下に下がりまして、シュラウドを今回交換しておりますので、シュラウドを切った面のところになります。真ん中のところにちょうどシュラウドを切断したところが見えております。ちょっと浮遊物が、なんと言いますか、映像上はクラゲのように映っておりますけれども、これ白い浮遊物が、ゆらゆら漂っているという状況です。で、奥に丸い円筒状のものが見えますが、これはジェットポンプのディフューザー、いわゆる筒になります。それから3本目お願いします。3本目は圧力容器の底部、いわゆる底の部分になります。ちょっと止めていただける。いわゆる上の方に半分に円形のものがございますが、これはシュラウドを支えるシュラウドサポートというところで、四角い柱のように立っているところからジェットポンプで駆動している水が圧力容器の底部に入ってくる状況です。それから真ん中のところに丸いパイプが並んでおりますけれども、ここが制御棒駆動機構が入る筒になります。ガイドチューブ、案内管そのものは点検のため取り外しておりまして、下のところに穴だけ開いておりますので、蓋をしているという状況です。で、真ん中に板のようなものが見えますが、これは爆発の際に落ちてきた瓦礫だろうというふうに見ています。続いてお願いします。
まあ、一見いたしますと、板のようなものが2枚落ちておりますけれども、まあ、圧力容器の底部にはあまり目立った瓦礫はなかったというような状況でございます。映像のご説明につきましては以上です。まあ、圧力容器の底部の方に関しましては、今後、使用済み燃料プールにございますキャスピットに、貯蔵している使用済み制御棒等を、この圧力容器の底部のところで、まあ、保管場所として活用できないかということで、今後検討を進めていきたいというふうに思っております。映像のご説明は以上でございます。それから皆様のお手元に、海底土のサンプリングの地図を配布させていただいております。こちらになります。これは、今後、魚介類をサンプリングする調査をしてまいりますけれども、その事前調査といたしまして、海底土の放射性物質の量を改めて細かく調べたいということで、追加で21点、海底土のサンプリングを行う予定です。緑の丸のところがこれまでの定例の調査点でございますが、それに加えて20キロ圏内のこの青い丸21箇所について、今後海底土の調査を進めてまいります。本日から作業は着手しておりまして、だいたい1週間程度で、この21箇所のサンプリングは終わるのではないかというふうに思っております。まあ、天候等の都合がございますので、多少伸びるかもしれませんけれども、まあ、結果につきましては取りまとめて、皆様にご報告させていただきたいというふうに思っております。したがいまして、この海底土の調査を踏まえまして、今後刺し網底引き網調査の本当の実施地点等を決めていきたいというふうに思っております。サンプリングにつきましては以上です。それから本日報告書と保安員さんからの指示文書を1件受領しておりますので、そのご説明をさせていただきます。一つは福島第二原子力発電所1から4号機の保全計画の変更届出ということで、資料2枚用意させていただきました。現在福島第二の各号機につきましては、原子炉の冷温停止状態を安定的に維持するための必要な系統機器の復旧を行っておりますけれども、それらの機器に対します特別な保全計画を、保安規定、電気事業法で定める保安規定に従いまして、本日提出させていただきました。具体的なやり方につきましては、2枚目の方、概要を示させていただいておりますが、基本的にはこの冷温停止の維持に関わる機器設備に関しましては、計画的な点検をしてまいりたいというふうに思っております。またそれ以外の機器につきましては、長期保管ということで、例えば水を抜いておくですとか、そういうふうな対応を取りたいというふうに思っております。これまでの計画と違うところを少し簡単に申し上げますと、保全計画は基本的には定型のサイクル、1サイクル2サイクルに何回1回ですとか、2サイクルに1回というような点検でございますけれども、今後第2の1から4号機は、定検の計画は当面ございませんので、定検サイクルではなく、暦の月数に応じて定検の計画を作っていきたいということで、本日提出させていただきました。これに従いまして、1から4号機の保全をしていきたいというふうに思っております。続きまして、柏崎関係で2件ございます。1件目は、タイトル申し上げますと、柏崎刈谷原子力発電所における長期停止中プラントの計測制御設備の保守管理不備に係る経済産業省原子力安全保安の報告についてということで、こちらは3月9日に柏崎の2号機や3号機、4号機で点検周期を超過した機器があるということをご報告させていただいた際、保安員さんの方から2つのご指示をいただいております。1枚目の裏面の下半分のところに保安員さんからの指示がございます。2つのうち1つが、点検間隔を超過している計器の健全性の確認、それから安全性の評価を行い、本日16日までに報告するように求められたものと、もう1つはその他に保全が要求される機器のすべてについて、点検計画が立案されていないかどうかという点を点検しなさいということで、これは4月の9日までという指示でございます。この報告はこの3月16日までに求められたものの報告になります。ページに戻っていただきまして、
表1の黒い枠で囲んでいるところをご覧ください。停止中に機能の要求があるものは、全部で169台、2号機、3号機、4号機ございまして、そのうち93台が点検周期を超過していたものでございます。今回の報告では、この93台につきまして、健全性の確認を行っております。下のところに取りまとめの表を付けさせていただいておりますが、全部で93台のうち85台につきましては、改めて点検を実施いたしまして、健全性に問題がないことを確認いたしました。残りの8台につきましては、評価によりまして、点検の計器の健全性を確認したものでございます。その8台につきまして、少し詳細にご説明させていただきますが、ページをめくっていただきまして、添付資料を丸1、丸2、丸3、丸4というふうに2枚にわたって付けさせていただいておりますが、まず、添付資料の丸1、それから丸3につきましては、3号機の中性子束の計測器、それから丸3は原子炉建屋の外気圧の差圧計でございますが、こちらは点検の結果、計器の精度を逸脱していることを確認しましたけれども、ご覧に示します通り、計器全体のループとしての精度としては許容精度内に入っているということで、健全性を確認したものでございます。少し噛み砕いて申し上げますと、例えば添付資料1のところで、計器単体の構成につきましては、こちらの方は、許容値がプラスマイナス 1.5% という程度に関しまして、今回の点検の結果では、マイナス 2.22% という誤差を生じておりましたが、いわゆるループといいまして、計器単体、それから伝送機、それから表示機といった、計器システムとしての許容精度がプラスマイナス 2.69% に対しまして、プラスマイナス 2.37% ということで、許容精度範囲内に収まっているということで健全であるというふうに確認したものでございます。そういったものが1番、丸1、丸3になります。それから丸2につきましては、3号機のサプレッションプールの推計でございますが、こちらに関しましては少し事情がございまして、安全性の評価の欄に記載のとおり、当該記録計の点検をする際に、記録紙に印字するためのペンの動きが渋くて、注意する手入れを行っております。従いまして、事前にどれくらいの誤差があったのかというような評価ができておりませんでしたので、このサプレッションプール推計につきましては、いわゆる制度内にそもそも入っていないということで、評価をしたものでございます。一方、デジタルひじきの構成前のデータが残っておりましたので、それとの比較によりまして、健全であるというふうに判断したものです。以上3項目がまずございます。それから最終ページ、添付資料4のところに、5台分の2号機、3号機、4号機の流量計でございますが、こちらが、8台のうち5台が該当いたします。これにつきましては、いわゆる流量計で、下のところの備考欄に、よりイメージ図がございますが、堆積式流量計というもので、この楕円のような歯車が水が流れることでぐるぐる回ってですね、流量を測定するものでございます。従いまして、計器の誤差が出る要因といたしましては、この回転部分の摩耗ですとか、ゴミ紙等できちんとよく回らないというようなことが考えられますが、それ以外のケースですと、基本的には正常に作動しているというふうに判断しておりますので、こちらに関しましては少し点検は実際にはできておりませんけれども、運転上計測は支障ないだろうというふうに判断したものでございます。以上8台の機器に関しまして、私ども評価をいたしましたところ、安全性、プラントの安全性の影響はなかったというふうに評価いたしております。残り他の点検超過機器がないかどうかというようなところは現在合わせて調査を進めておりまして、4月9日までに保安さんの
方に報告したいというふうに思っております。それから次に、こちらは保安員さんからの指示文書の受領でございます。柏崎刈谷の5号機におきまして、今年の2月25日と2月27日に中央制御室の非常用換気空調系の外気隔離ダンパーというものがございます。こちらに関しましては少し上半分のところに書いてございますが、いわゆる照射された燃料に関わる作業を行う際には機能が健全であることが要求されておりますけれども、それが動作しないという状態のまま照射された燃料に関わる作業を行ってしまったということで、過去に遡って運転上の制限の逸脱があったということで、3月2日にお知らせさせていただいたものです。これに関しましては本日保安員さんの方から、保安規定違反であるというご指導を、ご判断と、それに伴います指示文書を受領いたしましたので、改めて皆様に報告させていただきます。指示文書に関しましては裏面のところに、指示の内容を記載させていただおりますけれども、この保安規定違反に関しまして、保安員さんから厳重注意を受けたということと、この違反が発生した直接の原因及び組織体制に起因する根本原因を究明し、それらの再発防止対策を策定して4月16日までに報告するようにということで、ご指示が出ております。現在のところこの5号機のダンパーの点検に関しましては、プレス分表面のところの中段に書かさせていただきましたけれども、まず点検を許可する側の、こちら当直側になりますけれども、当該ダンパーが動作しない状態で照射された燃料の作業を許可したということが1点、もう1点はその下の点になりますけれども、こういった換気系非常用換気空調系の点検は照射された燃料との作業が工程上重ならないように計画することになっておりますけれども、これが実際には同時期に点検と作業が計画されたということに気がつかなかったということでございます。これらの点につきまして保安員さんからのご指示もあり、原因の究明と再発防止対策を作っていきたいというふうに考えております。資料のご説明につきましては以上です。それから1点ご連絡がございます。福島第一の放射性物質のモニタリングの隔離分析につきましては、本日2月16日から本日2月16日から2月29日版の分の速報版をこれまでタイムリーにご説明させていただきましたけれども、確保版がまとまりましたのでホームページで公表させていただいております。皆様の出入り口のところに読み物を印刷プリントアウトしたものをご用意させていただきましたので、そちらの方をご確認ください。速報版として評価させていただいている要素131、セシウム134、137に関しましては確保版での値の変更はありません。それからその他のガンマ隔離につきましても有意な変動等は見られておりませんが、今回公表する中で主要三角種以外のものが見つかったのは2号機のリアクタービル、原子炉建屋のオペレーティングフロアのダストの分析結果です。これはクイスを使いまして初めて2号機の原子炉建屋の5階オペレーティングフロアのダストを分析いたしましたので、ある意味初めて出ているんですけれども、主要三角種以外ではルテニウム106、銀 110M、 アンチモン125、セリウム144、スズ133といった各種が見つかっております。いずれも2月27日のサンプリング分という状況でございます。それからモニタリングにつきましては、昨日取水口付近の検出限界値を5ベクレルパーリットル程度まで下げるということでご案内させていただきましたけれども、検出限界を下げた結果、福島第一の取水口付近の物上げ場ですとか北側海水では改めて検出がされておりますので、ご連絡させていただきます。本日私からは以上でございます。すいません、ここの部屋の中で電話をされている方もしいらっしゃったら外で電話をしていただきたいんですが、はい、そ
それでは皆様からご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は私に聞いてあそこ、いや、ごめんなさい、後ろの方。NHK の花田と申しますが、先生、今日の動画の関係でちょっと何点か伺わせてください。まず4号プールの方なんですけど、これ1メートル、まあ、視界1メートルってお話でしたけど、これ燃料のだいたい1メートル上までこう沈めて撮影したっていう理解でよろしいですか。はい、結構です。だいたい何メートルぐらい沈めたということになるんでしょうか。水面から使用済み燃料プールのハンドルの位置までおよそ7メートルですので、6メートル程度沈めて、下を見たという状況です。わかりました。あとウェルの方は、これは事前の計画は25メートル沈める、最大沈めるようなこと書いてましたけど、これは何メートル沈めたかわかりますか。ウェルの方はですね、ほぼ底のところまで行っておりますので、20メートルちょっとは沈めているというふうに思います。分かりました。あとこれ視界なんですけど、まあ、今後の今回の調査においてはその1メートル先まで見えるので、まあ、問題ないというお話でしたけど、昨日のお話だと燃料の取り出す際はハンドルのラック見えるのに7メートル視界が必要というお話あったと思うんですけど、まあ、その水の今回視界が悪くなった理由というのと、まあ、今後その、まあ、視界がどれぐらい必要かという認識というのはどういうふうになっているか確認させてください。はい、視界が悪い原因につきまして、映像にもご覧になっていただくとおり、かなり浮遊物がある状況でございますので、これの原因ではないかというふうに思っております。ただし、いわゆる白く映っている浮遊物がどういった状況で発生しているのかですとか、発生源等についてはまだ分かっておりません。それから視界につきましては、当面この ROV で、使用済み燃料プールのラックを一周してまいりますので、それに関しましては本日映像も確認しましたけれども、作業としては問題なくできるだろうというふうに判断しています。来年の12月末に使用済み燃料の最初の取り出しを行う予定でございますけれども、それまでにはいわゆる使用済み燃料交換機から、つかみ具を下ろして実際のハンドルをつかむ必要がございますので、その際には、まあ、7メートル程度の視界が必要というふうには思っております。ただ今の時点ではまだ特に視界が、まあ、それほど、まあ、点検の上では必要ございませんので、今後この浮遊物の発生源等を踏まえて、対応を考えたいというふうに思っています。おっしゃられるとおり、今すぐという問題ではないと思うんですけど、まあ、将来的には、まあ、解決しなきゃいけない問題にはなると思うんですが、まあ、そこら辺は、まあ、原因調査とかを今後進めて対応はしていくという理解でよろしいですか。はい、それで結構です。わかりました。あとは、ちょっと細かい、その白い浮遊物の関係なんですけど、これはもう全くどういったものかわからないっていう、今のところは理解でいいんですか。そうですね。まだ実際に、物として掴んでおりませんので、まあ、水をサンプリングするですとか、そういったことで少し調査を進める必要があるかと思っています。前回2月の調査の時はこういったものはあまり見られなかったと思うんですが、まあ、この1ヶ月の間でこういったものが出たというのは何か考えられるんでしょうか。そうですね、なかなか判断しにくいところでありますけれども、その2月のさらに1ヶ月先ぐらいの時に、いわゆる塩分除去装置を止めてですね、2号機の方に持ち出しています。でその後、まあ、しばらく経ってで2月9日の段階で程度、それから本日、昨日になりますけれども、見て、まあ、かなり、浮遊物があるという状態になりますので、いわゆる、まあ、浄化しているものが基本的にはありませんので、そういった、まあ、巻き上がり、それから、まあ、発生したものについてはなかなか取れない状況ではございます。まあ、浄化装置がなくなってないか、その不純物が発生しやすくなったという可能性があるということですか。まあ、発生しやすくなったのか、取れなくなったのかっていうようなところはあろうかと思いますけれども、今後、まあ、そういった、まあ、先ほどの7メートルの視界を得るために、対策としても考えていきたいというふうに思っています。わかりました。あとちょっとすみません。ウェルの方なんですけど、瓦礫はその、まあ、専用部をその、まあ、原子炉にまた移すために、あれは将来的にも撤去することは基本的に決めてるっていうことでいいんですか。いえ、瓦礫をですね、撤去するのか、あるいはその上に覆かか、かぶさるような形でですね、制御棒、使用済み制御棒を置く、なんと言いますか、画台というか、仮置き場みたいなのを沈めて、それに引っ掛けるのかっていうようなところはあろうかと思いますので、少し今のところはまだ未定です。ただ、あまりその、なんと言いますか、制御棒、使用済み制御棒を持ってくるのに、なんか、大変になるような、なんと言いますか、大量の瓦礫が見つかったという状況ではございません。
一応じゃあ瓦礫を今のところは瓦礫を撤去することも含めて、まあ、今後の方針というのを考えていくっていう、はい、そうです。あとすみません細かいところなんですけど、あのジェットポンプ上の方で見えたと思うんですけど、はい、あれはあの要は原子炉に水循環させるジェットポンプの筒って、はい、筒です。配管のようなものですか、それと本体ですかね。ジェットポンプ、そうですね、配管といえば配管です。あのいわゆる末広がりのですね、あのパイプになりますので、まあ、その中をあの循環させる水が通っていきます。あとあの上の底の方 の, あの案内管なんですけど、あれは要は制御棒自体じゃなくて制御棒を駆動させるあの管を入れるところ穴って考えていいんでしょうか。はい、そうです。あの制御棒はあのすでにもう撤去しておりますけれども、その駆動機構 の,、まああのまあ、駆動ピストンがですね、あのいわゆる今あの蓋をしてますけど、実際にはあそこ穴が開いていて、そこが上下に駆動するというものになります。わかりました。はい、引き続きご質問をお受けしたいと思います。はい、ではこちらの方。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。ちょっと別件なんですが、あの本日あの会見でですね、枝野大臣にあの 3.15 の菅総理の演説映像を含めた事故に関わる一連のテレビ会議映像について質問したところですね、正確に言いますと、大臣がですね、東京電力は持っているんですから、東京電力が公開すれば済む話なのに、なぜ公開しないのか、意味不明ですと発言されました。この大臣発言につきまして、ご見解をまずお願いします。はい、大臣のご発言につきましては、報道等を通じて、存じ上げておりますけれども、現在のところ、まあ、私どもの見解といたしましては、昨日申し上げたとおり、この録画しているものにつきましては、社内の資料であることですとか、映っている映像に関しましては、そもそも公開を前提として録画されているものではございませんので、現在のところ、非公開ということで考えております。枝野大臣はですね、官房長官時の昨年の5月31日の午後の会見でもですね、テレビ会議映像につきまして、事故対応に関するところについては、東京電力に全面的に公開していただくのが当然だと思っていると強い口調で述べております。それでですね、本日の今日の会見ではですね、先ほど申し上げた発言の後に私の方でですね、保安院が東電に対して公開を要請することはないのかと質問したところ、それ以降正確に言いますと、私がこうやって事実上要請していますと強く口調で言われたわけですが、まあ、この要請しているという大臣が発言されて、まあ、所管大臣となられてからのですね、この発言の重みについてはどう考えていらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、大臣のご発言につきましては、報道等を通じて、存じ上げておりますけれども、私どもの現在の見解といたしましては、先ほど申し上げたとおり、非公開とさせていただきたいというふうに思っております。最後ですが、連日ですね、まあ、いろんな方からご質問の中で、まあ、リストを作成してくれという要請があったと思うんですが、現在ですね、東電としましてはその残された映像のリストについては作成されているという認識でよろしいでしょうか。はい、どの部分といいますか時刻ですよね、どの部分時間帯 の, 映像が残っているにつきましては最終的な確認をしているところでございます。でそれについてはリストは公開していただくということでよろしいでしょうか。そうですね、リストといいますかどの時間帯のものが残っているかについてはご説明したいというふうに思っています。わかりました。はい、ではどうぞ。TBS の立山と申します。TBS の立山と申しますが、この1号機の温度の上昇について伺いたいんですが、もともとその窒素の噴入を止めると温度上昇傾向になって1週間ぐらいで下がるのではないかという話だったんですが、その後も上昇を続けていることについてどのように分析されているのでしょうか。はい、まず分析の状況でございますけれども、いわゆる温度を測定しているほかですね、まあ、影響を与える要素といたしまして、外気温、それから外気圧、大気圧ですね、その辺の相関等も今調べているところです。まあ
いわゆるその外気温は窒素封入する際のいわゆる窒素の温度に影響いたしますし、外気圧はいわゆる格納容器に与える圧力になりますので、例えば、格納外気圧が高くなりますといわゆる格納容器からは漏れにくくなります。したがって中に熱がこもりやすいというような状況になりかあり考えられますので、そういったいわゆるどういったパラメーターと相関があるかというようなところについて今調査を進めています。温度計そのものに関しましてはいわゆる電気抵抗の測定を行いまして異常がないということは確認しておりますので、実際に温度が上昇しているものというふうに推定しています。したがいまして12日の窒素ガスの停止のトラブルがございましたけれども、それからだいたい3日経っておりますけれども、引き続き様子の方を見ていきたいというふうに思っています。それからやはり窒素ガスの流量の影響を大きく受けるということが分かっておりますので、今回改めて窒素ガスの封入量を増やしてみてですね、どういった変化が起こるのかというようなところについても合わせて検討していきたいというふうに思っています。窒素ガスを増やすのは、今日からでしょうか。準備が整えば今日からということもあろうかと思いますが、実際にやったかどうかについては明日の会見でご説明させていただければと思います。あとすいません、ちょっと不勉強で恐縮なんですが、この外気圧が高まるという状況はどういった時に起きるのでしょうか。これは天候です。いわゆる天気が良い状況ですと、高気圧に覆われますので、そうしますと何と言いますか、気圧が高いなりますので、格納容器から見ればですね、外から押されているっていうような状況になりますので、格納容器側から漏れにくくなるというような状況になります。ありがとうございます。はい、引き続きご質問をお受けしたいと思います。ご質問いかがでしょうか。読売の佐藤です。先ほどの映像の件でちょっと 2,3 点確認なんですけど、これ、昨日は普通の水中カメラを下ろして、今日は、ROV を入れたんですよね。で、このプールの映像は昨日の水中カメラと、それから今日の ROV の映像で、ウェールの方のファイル3つは、これいずれも昨日の映像ということでいいですか、ね、はい、原子炉ウェールの方は昨日の映像です。で、昨日のカメラとですね、今日の ROV のカメラは、性能的には同じです。で、すみません、あと、瓦礫が思ったより少なかったということなんですが、これ、使用済み燃料を来年の末に取り出しを開始するとすると、プール内のその使用済み制御棒を移すのは、例えば、いつぐらいまでにやらなきゃいけないという目安っていうのはあるんですかね。目安という意味ではですね、キャスクを入れる必要がございますので、どちらかといえば使用済み燃料プールを最初に動かす直前まで基本的には時期的には可能ですけれども、これはもうどちらかといいますとキャスクを搬入するタイミング、すなわちいわゆる建屋カバーですとか天井クレーン等の準備工程によりますので、そちらの方がどちらかというとクリティカルになります。したがって今の段階では19日から3日間で使用済み燃料プール側の瓦礫落下物の正確なマップを作ってですね、なんて言いますか、大きなものは掴んで、取り出す、粉あるいは小さなものは水中掃除機で吸い出すといったような、段取りをつけたいというふうに思っています。逆に言うと原子炉 の、圧力容器の中の様子が今日初めてこういう状態だと分かりましたけども、これで何か作業が今のところ進展に大きな影響を受けるという状況ではないということですね。そうですね、まだ1年半近い工程の中でのまず第一歩ということでご理解くださればと思っています。使用済み燃料を使用分制御棒などをですね、プールから出して、圧力容器のテープに保管するにしてもですね、何らかのラックといいますか仮設の台みたいなのは必要だというふうに思いますので、そういったところの検討をしたいというふうに思っています。これちなみに先ほど20メートル以上沈んだはずだというようなお話ありましたけど、この圧力容器側は視界が何メートルぐらいだったと考えればいいですかね。これ視界は少しあったと思いますけれども、2、3メートル以上はあるはずです。映像の位置とですね、見えているところから見ると使用済み燃料プールほど悪くはないと思いますが、ちょっと確認させてください。
はい、引き続きご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。あ、それで4号機につきましては19日から3日間かけて、ROV でプール内の調査をいたしますが、その間水の流れがありますと ROV よくコントロールできませんので使用済み燃料プールの冷却を3日間は停止いたします。この間の温度上昇は何度だっけ、この間の温度上昇は31度というふうに見ておりますので、まあ制限値でございます65度までは達しないものというふうに思っております。ただ、2号機の例で、まあ21度上昇すると見込んでいて、結果的には10度でございましたので、まあ外気温が冷えていることもあって、まあここまでは上がらないだろうというふうに考えています。4号機につきましては31度上昇するというふうに見ています。失礼いたしました。温度上昇は3度で現在プール水温28度でございますので3度上昇して31度まで上がるという状況です。ちょっと失礼いたしました。はい、引き続きご質問をお受けしたいと思います。はい、どうぞ。すみません、風井の木野ですけれども、1号機の温度上昇なんですけれども、気圧が高気圧だというのは分からなくはないんですけども、外気温は夜中に深夜に氷点下の3度とか4度とかですね上がってるわけでもないのに、ここ何日かでそれだけの温度上昇というのはちょっとその気圧だけで説明がつくのかなと思うんですが、その辺いかがでしょう。はい、気圧のほか、いわゆるまだ依然として流れが安定しないこともあって、現在少し上昇しているのではないかというふうに見ています。心当たりについてはまだなかなか物理現象としては解明できておりませんので、まずは様子を見て、対応したいというふうに思っております。どのぐらいまで上がるというふうに考えられますか。そちらについては今のところは分かりません。前回ですと何度まで上がったのか、50何度まで上がりましたけど、今回の方は少しそれよりも上がっています。今回それより上がってますけど、要するにそのどのぐらい、例えばその気圧の影響でこのぐらい外との行き来がなければこのぐらいまで上がるとかですね、外気温がこのぐらいまでになったらこの程度になるというような温度の推定というのはできないんでしょうか。非常に難しいと思います。漏れている量そのものを分かりませんし、現在は安定して窒素を入れることで、様子を見ております。したがって準備が整い次第 N2 窒素ガスの風流量を増やしてみてですね、さらにどうなるかというところを観察したいというふうに思います。窒素の量を流入量を増やしたときに、そうするとどういうふうに温度が動くかも入れてみないと分からないということですか。そうですね、基本的には流入注入量を増やしますと、その後タイムラグを持った後下がってきたのが12月の下旬の様子でございますので、そういったところを観察する必要があろうかと思っています。分かりました。あとそのビデオの件なんですけれども、大臣発言として要するにその実質的に要請をしているということに対しては、東電側としてはそうするとそれは特段東電の姿勢に影響を与えるものではないということでよろしいですか。確認なんですが。そうですね、大臣のご発言があったことは承知していますけれども、今のところ私どもの見解といたしましては変わりません。分かりました。はい、引き続きご質問をお受けしたいと思います。ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあどうぞ。すみません、柏崎刈羽のちょっと説明なんですけれども、添付資料の1でちょっと確認なんですが、これ系統単位では誤差の範囲に入っているけれども、単体ではずれているという、外れているということでよろしいですか。はい、いわゆる添付資料1につけました3号機の中性子計測器と、同じく3号機の建屋外機の差付けにつきましては、計器の単品ではずれておりました。単品での許容精度と、それから単品での誤差
それぞれ数字もう一度お願いできますか。はい、ちょっとお待ちいただけますか。まず、中性子計測器の方の単品の精度はプラスマイナス 1.50% に対しまして、最大で 2.22% でございました。それから同じく3号機のギレンシロタテヤの外気差圧ですけれども、許容精度が 0.040% に対しまして、最大で 0.49% でございました。ちょっと確認なんですが、要するに単体ではずれていても、系統でずれてなければ、保安規定の状態としては問題ないということなんでしょうか。保安規定の状態といいますか、計器で測る上での誤差の評価としては問題ないというふうに思っております。その単体でのこの数字というのはどういう意味があるんでしょうか。どういう意味といいますか、単体、計器の単体との、点検の結果として誤差の評価ができますし、はい、計器の単体、伝送機、表示機を含めた、いわゆる記録、データを読み取る上での、システムとしての誤差の評価が改めてできます。システムとしての誤差の評価というのは分かるんですけれども、そうすると、単体でこれだけずれているというのは、例えばその差圧計は、プラスマイナスの誤差だと、0.04 に対して 0.49 だと0.40 に対して0.49 に対してですね、でずれてるということはどういう意味を持ってるんでしょうか。単体でのずれというのは特に景気上問題ないということなんでしょうかね。はい、単体でのずれが最終的に伝送機のずれ、それから表示機の誤差ということで積み重なって、いわゆる表示機を含めた精度としてお示しします通り、例えば3号機の外気圧でいきますと 1.58% プラスマイナス 1.58% に入るべきところが、まあ、0.60% でございましたので、その伝送系それから表示機系の、まあ、誤差が、まあ、非常に小さい範囲に収まっているということになります。わかりました。はい、はい、他にご質問はよろしいでしょうか。はい、それではご質問がないのでございますので、私の方から明日の工事予定を申し上げまして、本日の夕刻の会見を終了させていただきたいと思います。明日の作業予定での突起事項といたしましては、南側のですね、66キロボルトの開閉所の運転開始に伴いまして、仮設の3、4号のメタクラの B の負荷を移設をするという工事予定がございます。以上でございます。それでは本日夕方の会見を終了させていただきます。どうも大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。
Thank you.
た？中長期の先ほどの総務省の方に対する、あるいはその内容が変わるのも、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 内容が変
了解しました。了解です。